はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。信長の野望創造戦国立志伝、足利義昭での信長包囲網プレイ、続きをやっていきたいと思います。前回岐阜に侵攻して見事に岐阜城を落とした、藩信長連合軍なんですが、今回はその続きになります。武田がちょっと攻められて厳しい状況に陥っているので、その武田を救うための、道を確保するという意味で岐阜を確保しました。なので、武田が攻められるようであれば、武田を救うっていうのも、今後は命題として入れていきたいなと思ってます。では早速続きをプレイしていきましょう。まず外交状況とか念のためおさらいしておきましょう。今現在は連合に加わってくれているところに関しては特段心配するところはないかな。北条と毛利に関しては完全に婚姻関係を結んで縁戚、親戚になってますからね、特に不要かなとは思っています。で、姉小路に関しては従属させていて、武田とは3ヶ月残りで、他も全く問題ない状態になってるかな、なってますね。はい、ではこれで続きをプレイしていきましょう。そしたら一旦部隊を引き上げさせましょう。今すぐ武田がピンチという状況でもなさそうなので、先月の収支です。報告いたします。で、織田の外交状況はというと、上杉との同盟が1ヶ月で切れたらすぐに連合に誘いましょう。なので次のターンになりますかね。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。武田との同盟はもちろん延期というか、継続って言った方がいいのかな。朝倉とも継続します。で、ここで外交交渉で連合だな。勧誘できないか。まだ勧誘できない。なんとかこちらの味方に引き入れたいんだけどな。そしたら久しぶりに役職でも与えていくか。任命できる役職がないか。そしたら従属してる姉小路あたりに守護職でも与えておきましょう。せっかくなんで。で、二将五将は連立天守にするか。連立天守にしよう。そうか、せっかくなんで完全に仲違いをさせるために信長のところを攻めさせましょう、上杉に。そうすれば決裂が確定するな。これがいいな。で、あとはそうだな、三好あたりがさらにどっか城攻めをしてくれると助かるんだけど、そこまではしてくれないかな。朝倉が長島城を攻められるじゃん。長島城を攻めてもらおう。
京極高吉が死んだか。武将をね、補充していかないといけないですね、そうなってくると。まあ、どんな無能な武将でも欲しいからな。まあ、無駄に従属させていきましょう。従属してくれるっていうところに関しては。先月の収支です。報告いたします。まあ、バシバシ引き抜きをかけていきましょうか。武将の数が足りないときは地道に確保していくしかないですからね。いやー、一時の大ピンチの状態を切り抜けたけど、まだいざというときどうなるかわからないんで、しっかりと地盤を固めていきましょう。ご命令くだされ、報告いたします。先月の収支です。報告いたします。信長をやっぱりきっちりね、葬るためには。あとは車とかを作って人口、基礎人口を高めておきましょう。なんかだいぶお金にも余裕が出てきたし、なんか安心感出てきたな。武田はまだ大丈夫だよね。武田が郡上八幡を抑えてる。いや、いいんだな。合ってる合ってる。大丈夫だ。表情を始めましょう。先月の収支です。上杉との同盟は継続もちろんします。6ヶ月でしか同盟ができなかったのか。これはちょっとまずいな。急いで工作を、力を入れていかないといけないな。天海に変えましょう。さあ、あとはいつでも信長を攻められるけど、次信長を攻めるときは総力戦になるのは間違いないので、そうだな、どうしたらいいかな。上杉援軍を頼むとまた使っちゃうので、信用を、それはできれば避けたいですよね。かといって朝倉が長島を落とせるとも思えないし、もし次戦うんだったら総力戦になりますね。いやー、信長やっぱり強いからな。そうは言っても武田あたりがきっちり役割を果たしてくれないとちょっと怖いな。で、今度徳川の標的が北条になってるんだな。まあ、北条はそう簡単にはやられないでしょうという軍勢の規模を持ってるので、まあ安心して見ていられるかな。ただ徳川ももうかなり総力戦な感じで軍勢を出してきてるのは見て取れますね。もしこの一戦で間違って北条がやられると、一気にガガガガガーッと北条が削られる可能性もありますよね。
って考えると、まあ、そうならないようにもう少し削っといた方がいいかな。織田を武将級にいるし、鳥羽城に部隊を出しましょう。鳥羽城にそんなに信長の方も軍勢は避けないはず。出陣する。敵が我が領内に向かっております。大垣城に5万の軍勢だな。これは間違いなく援軍を要請しましょう。武田も今は少しは余裕がある状態なのかな。上杉には援軍頼めないしな。姉小路に大垣城、いやー厳しいな。島峰あたりをちょっと攻めておいてもらうか。あとは援軍要請で内騎城あたりに牽制をしてもらう。こんくらいかな今できるの。あとは自力で守るしかないですね。我が戦お見せしましょう。大垣城は取られたくないんで、早々に鳥羽城をまず落とすってところからですね。岐阜城にも殺到してるな敵が。信長が一大反攻作戦を展開してきたって考えた方がいいね。まさかこんなにも早く総力戦が来るとは思わなかったな。表情を始めました。信長との最後の決戦って言ってもいいんじゃないかな。先月の終始です。報告いたします。正直言ってどうだ、こっちにこれ以上戦力割いてるような余裕はあるんだろうか、果たしてっていうぐらいの戦いになるな。いやー戦力分散させてるとちょっと怖いな。まあ最悪停戦っていう手もあるけど。我が領内に敵が迫っております。かしこまりました。待機せよ。よし、岐阜城の守備はなったな。お任せください。我に続け。よし、一通り防衛はできたっぽいので、兵糧を消耗する前に帰りましょう。出るとするか。これは樋口兼次が直江兼次になるよっていうところですね。表情を始めましょう。報告いたします。先月の終始です。岐阜城は守りきった。で
なんとかなるかな。起乗します。我が領内に敵が迫っております。なんとか大垣城の守備は完了させないといけないな。この戦、我らの勝ちだ。敵将捕らえたり。ご命令くだされ、報告いたします。先月の終始です。で、鳥羽城に関しては取ったけど、敵の軍勢が来てるな。戻るとするか。しかも結構な数で来てるんで、鳥羽城の守備を行いましょう。着々と密談で武将を取り込んでいきましょう。よし、五章はこれで完全に回収が終わりましたね。大垣城がちょっと危ないな。どうだ、これさらに大垣城に敵兵が迫るとまずいな。ここは左近を出しますか。あらかじめ出しておかないと心配なので、左近を出しましょう。表情を始めましょう。先月の終始です。一旦敵は退いてくれたかな。よし、これでこのままきっちり鳥羽城を守りきれれば見えてはくるな。鳥羽城の攻撃隊が約1万か、守備隊が1万5000。まあなんとか守りきれるでしょう。で、大垣城は守りきったんで大丈夫だな。武田も少しは盛り返してくれたかな。北条と徳川の戦いも一段落している小康状態かな。よし、大丈夫でしょう。問題は上杉だな。上杉がちょっと心配なので、外交で役職が与えられれば役職与えたいけど、ダメか。
定なっていると、できることがない。そしたらそうだな、投資でもしときましょうか。金はいくらあっても困らないっていうことでね。小垣城の守備はできたので部隊を急いで返しましょう。問題は鳥羽城だな。鳥羽城が3方向から攻められる感じにはなるけど、持ちこたえられるのか。大丈夫だね。ご命令くだされ、先月の終始です。そしたら鳥羽城からも部隊を撤兵させましょう。ここでなんか無駄に戦闘が起きてるな。ま、戦わせておきましょうか。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。先月の終始です。報告いたします。あとはまあ人所とかを作って地道に人口を増やしていこうかな。連合が維持されてる間は特に気にする必要もないからな、この外交の信用に関しても問題はないでしょう。よし、表情を始めましょう。報告いたします。先月の終始です。先月の終始です。さて次の手をどうするかだな。表情を始めましょう。信長軍に対して総攻撃をかけたいけど、兵力的にはどうなってるんだ。信長の方は4万8万、まあ倍近い軍勢はいるけど、バックに徳川がついてるって考えると、徳川が北条武田と小競り合いしてる時に仕掛けたいよな。
まずは無駄に島津を味方に誘いましょう。まあ意味があるのかっていうのはありますけどね。この辺も少しずつ余裕が出てきたので入れていきましょう。いやだいぶ余裕が出てきましたね本当に。出るとするか、出陣するぞ。何、ここで信長が動いたな。信長が武田の内騎城を攻めてる。キヨスから1万の軍勢で出てるってことは美濃尾張が少し手薄になってるな。この機は逃す手はない。出陣しましょう。これを機にキヨスを取る。もうちょっと信長がキヨスから離れた隙の方が良かったかな。まあ今更だな。この木は逃さん。我が戦お見せしましょう。出陣するぞ。逃がしゃしないぜ。出陣します。ご命令くだされ。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。信長がいざ戦へ。武田に気を取られてる今が好機。信長の本拠地キヨスを取りましょう。出陣するぞ。我が策お見せしましょう。みんな我に続け。信長め慌てて帰ってくるな。この信長を迎え撃ちましょう。よし、これぞ好機。今こそ島峰を落とすんだ。そうか、上杉は残り何ヶ月だ。同盟期間9ヶ月しかないから今援軍頼むとちょっと信用が心配になるな。ちょっと見送りましょう。ご命令くだされ。報告いたします。先月の収支です。で連合が解散したのですかさず連合を組みましょう。名手は相変わらず毛利にお願いして、で誘うのはまあいつもの面々を誘っていきましょう。騎乗する。お任せください。捕獲しました。ナイス捕獲。我が策お見せしましょう。逃げたければ逃げなさい。
味方が討ち死にしました。出るぞ。誰が討ち死にした？ちょっと誰が討ち死にしたか分かんなかったな。ただ忠勝とかが来てるな、援軍で。これはちょっと予想外だな。長島だけでも取りたいけど、どうだ？徳川の援軍が来てるから一旦兵を引いた方がいいかな。このまま力攻めして、もし部隊が壊滅すると逆にピンチになるので、ここは全軍退却させましょう。キオスからは撤退。敵が我が領内に向かっております。いざ参ろう。で、長島からも撤退しましょう。ついに朝倉と上杉も喧嘩始めたの。いや、うちわもめはやめてほしいけどな。ご命令くだされ、報告いたします。先月の収支です。報告いたします。うちわもめされてる間に戻ります。でかくなっちゃったらどうすんだよ、信長が再びって感じですよね。少しずつ敵の武将を削っていくしかないな、こうやって。信長の方もだいぶ領地を失って痛手を被っているはずですからね。ただいよいよ徳川とも領地を接しつつあるっていう状況を考えると、どうだ、もうちょっと北条との連携は必要になってくるな。武田もまあ頑張ってくれてるな、まだ。あとは北条が武田に対して攻勢を仕掛けてくれればだいぶ楽になるっていうのと、上杉と朝倉がなんか争ってるのをうまい具合に止めることができればいいんだけどな。みんな我に続け。戦場へ参る。我が戦お見せしましょう。で、家康の部隊が亀山城を目指してきている。忠勝が、おお。かしこまりました。Thank you.
ご命令くだされ、報告いたします。先月の最高武士に来ますとか言ってくれたのは大きいな。ちょっとヨリティで使わせていきましょう。まだ到着はしてないね。斎藤としめつとかはかなり強いですからね。腕が鳴るぜ。で、今度は毛利と上杉が争ってると。いやー、やめてほしいなー、こういう争いは。仲良くみんなで織田徳川連合軍を討とうとしてる最中に身内で戦い始めるっていうね。敵が我が領内に向かっております。まあ、亀山城の守備はできそうですね。いや、敵がどうやら徳川に変わりつつあるな。信長はもう2万6000まで減らしてますからね。信長を攻撃すると漏れなく家康がついてくる、そんな感じになってきたかな。まあ台頭してきてるな、やっぱり家康軍が。そうなるとやっぱり北条に徳川を攻めてもらうっていうのと、武田に踏ん張ってもらう、で上杉は身内と喧嘩するのをやめろっていう感じかな。はい、というわけで、今回はここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。